土頭土頭は、大阪府堺市中区土頭町の王の寺にあった土星の、唐、国の史跡に指定されている。人気四年明県丸川ら堺市博物館展示。行記年譜によれば、727年行記によって王の寺が創建され、その際に土頭も築かれたとされている。王の寺は、行記混流49院の位置に数えられている。 周辺からは土塔築造当時に吹かれていたと見られる、文字瓦が多数出土し、瓦の寄進者と見られる人名がヘラで刻まれている。文字瓦のうちに人気四年名を有するものがあり、土塔は行期在世中から遅くても八世紀後半に築造されたと考えられている。王の字は室町時代に一時中絶したが、江戸時代になって土塔の前に再興された。遺跡は、 一辺53.1メートル高さ9.0メートルに及ぶ階段ピラミッドのような形状で東西南北の正方位に位置し1 3重の塔であったと推定されている。形態に類似性が認められる日本国内の一種として奈良市高畑町の図土がある。堺市では土塔とその周辺を公園として整備するための工事と発掘調査を実施。 その成果をもとに復元工事が実施され、2009年に完成している。出土品堺市博物館展示。ありがとうございます。